バンバンザイ、みゆです。しなです。はい、今ここにギス君がいないってことは、今回もまたギス君にドッキリ企画をしていきたいと思います。はい、イエーイ。おぼれすぎる。今回のドッキリ企画はこちらです。はい、ギスのカバンの中に写真がいっぱい入っていたら、怖いよ、多分。なんかドッキリする側やからさ、全然大丈夫やと思うけど、しかもさ、写真のデカさっていうのがさ、またね、バンバンザイらしいっていうかね。今回マジで笑わんといこう。絶対マジで本当に、ほんまに頑張ります。じゃあ修行してきたんで、1時間ぐらいね、ね、したもんね。笑わない練習したんで、絶対にドッキリをね、成功させたいんですけど、ちなみに義士は今ね、なぜいないかというと、あの人よくコンビニに行くんですよ。すごいお腹すき屋さん、お腹すき屋さんなんで、また食料を買いにコンビニに行ってるんで、はい、その間にやっていきたいです。さっきこんにゃくゼリーとか食べてたね。今回これを自然に見せたいんで、どうしようかなって考えた時に、義士に用意した偽企画が、義士のカバン抜き打ちチェックっていうのを企画としてやるので、その時にうちらがカバンを探る形で義士を見ていて、って感じの流れでいきます。え、でも結構さ、ギスクも入ってると思うからびっくりするよな。そうね、どうなりそう。義士どんな反応なんだろう。びっくりはするじゃん絶対。何これみたいな、どんなリアクションするか待っていきます。はい、おかえり。なんで俺のカバンを持ってる。まあまあ座ってくださいよお客さん。ちゃんと買ってきた。足くりを買ってきたけど何で怒ってんだよ。なんで俺のカバンを持ってる。はい、ということで今回の企画はギス君のカバンを抜き打ちチェックしてみたです。イエーイ。回ってるんで、ちょっとテンションを切り替えましょう。はい、変わんねー。大丈夫かな。何が大丈夫。汚いんですよ、今。そうなんだ、カバンが。はい、じゃあまず何からいく。あ、まずカバン紹介するか。義士が使っているカバンはこれです。いいですか。ウエストポーチですね。はい、何の変哲もないウエストポーチです。じゃあチェックしていくね。はい、まず前のポッケから。はい、入っていたのはなんとこの2つだけです。汚いって言うたやんけー。まずどっち気になる。コンタクト。そうだね、なんでコンタクトが1個しかないのか。片目外れて片目つけたんじゃない。そしたらまたこいつだけの。なるほどね。あれね、延々ループ的な感じね。そう。この薬は。これは頭痛薬。マジで頭痛最近やばいですよ。これ悪い薬じゃなくて、いや、ロキソニンは悪い薬じゃない。なるほどね。悪い薬じゃない、ね、頭痛持ちだもんね。ガチやばい。最近結構体調ね。そうなんですよ。綺麗ね。綺麗な。じゃあでかい方。え？ん？何？え、見えない？何が？な、何これ？ん？え、めっちゃキモいんだけど。どういうこと？なんで？え？待って。これ動画にできる？いや、普通に。俺じゃない。ちゃんと説明してくれないとわからん。入れたんじゃないの？え、なんで逆に。え、なんなん、現像して入れるってこと。いや、俺なんでそんな手間暇かけないわ。写真でっけえし。いや、そんなの知らんよ。俺たち触ってないしさ、ギス君のカバンやん、これは。え、うちらカバンの中身一切開いてないよ。マジで。うん、なんであんのじゃ。いや、こっちのセリフね。一番分かってるの自分じゃない。いや、割と笑えないよ、これ。マジで俺じゃない。しかもさ、こういうのってさ、ギス君とかしか撮られへんかね、こういう写真。いや、確かに。いや、そうだけど。なんで、なんで持ってる。本当に俺じゃない。なんで。しかもなんかルナンチのさ、犬も出てるし。いや、ルナンチの犬は知らん。だって普通に知り合いしか知らんよ、まあ、え、そういうとこ取られへんよ。なんで。いや、ええー、俺本当に知らない。いかにも俺一緒にいましたみたいになってるけど、いないじゃん。え、マジでちゃんと話してほしい。いや、待って、本当に俺じゃない。マジで違う。何も入ってないよね、他。マジで違う。え、なんで入ってんの。なんか見損な、なんか。いや、本当に俺じゃない、マジで。な、取るんやったらさ、言ってくれればさ、分かるけど、何も言わずにそうやって持ってかれるか、なんかちょっとさ。俺じゃないって、マジで。でも、俺じゃないかもしれないけど、うちらでもないじゃん。そしたら必然的にさ、義士のカバンに入ってるんだからさ、義士が取ったって思わない？人生初の冤罪や、かけられてる。何持ってる。いや、本当に俺が今抜き打ちテストをやった時にマジでこれが入ったから、俺に分かんない。
でもマジで怖い。明らかに人のカバンさ、うん、触らんやな、うち、うん、え、朝から入れてきたの？いや、入れてない、本当に入れてない。マジで今ならほんまにちゃんと理解する気持ちあるからさ、マジで違うって。いや、本当に違う。さすがにこんな気持ち悪いことはしない、もともと気持ち悪いけど。いや、それは知ってるけど、ちゃんと話してる。それは知ってるんだ。いや、マジで違うんだよな。盗撮はしないんだよ、本当に。マジでめっちゃ怖い。許可は取るよ、取るときは取ります。え、じゃあなんでこれあんの、うん、これ何じゃ、なんで義手のカバンに入ってんの。俺が聞きたいっす、僕。俺だって大阪行ったことないよ。でもなんで、これ大阪じゃないし。ポチいるんすか。ないし。コロンとココア。そうか。え、名前も知らないのに撮ったの、写真。マジで本当に撮ってない。俺なんで盗撮したみたいになってんの。どうすんのこれ、気持ち悪い。でもこれ企画にできないよ、ほんまに。いや、これに関してはもう、タカピロとピクニック行った時も俺後ろにいたじゃん。いなかったでしょ。え、ちょ、しないよそんな。なんで笑わせてくんの、やめて。そういうのダメだよ。本当に違うもん。いや、本当に。だってもしかしたら、こんなの盗撮じゃないじゃん。もうハイチーズって俺言ってるじゃん。いや、もしかしたら後ろにおったかもよ。だってタカヒロくんの後ろになんか黒い影おったもん。意味がわからん。怖いもん、そんな。怖ー。マジありえねー。本当に違う。いや、マジでやばいね、これは。さす、うん、マジで違います。え、もうさ、きっかけにできないわ、これ。無理でき、本当にできない。台無しよ、本当に。いや、本当に違うんだよ。本当にもう、きっかけに返して、返してよ、本当に。泣いた、どうしよう。ドッキリだ、成功。イエーイ。あ、絶対違うもん、俺らわけがないもん。なかなか自白せんなってうちら思ってたよ。マジで、ねっこいなって。なんじゃない、認めろっていうの。そうだよ、もうしたことないのに。じゃあ、ゲシ君はいつも優しいから、うん、そういうのって認めてくれるんかなって思ってた。そこだけは認めちゃいかんと思った。本当にこれリアルにあったら怖いから。怖い、マジで。ゲシ君の判断は良かった、今。しかもなんで今からミュとルナに会いに行くっていうのにバッグに入れてルンルンしよ。いや、だからさ、ずっと見てんのかなと思っちゃって。お前ドッキリだから。ずっと見てんのかなって思っちゃったんだよね。いやー、きつ。いや、まあね、騎士はね、やってないことはやってないってちゃんと言える、いい子でした。はい、まあね、ドッキリでよかったね、こういうのは。よかった、もうやっちゃダメだよ。本当にやっちゃダメとかじゃなくて、やってないんだって。俺を犯人にさせるな。、はい、すいませんでした。え、犯人やろ。犯人じゃ、出てんだろ。はい、ということでこんな感じで、はい、この動画が良かったと思ったら、うん、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画を見てね。バイバーイ。ドッキリもっと頑張ります。いらないです、もうマジでいらないです。あ、まあ、ぜひ。ということで、第1回バンバンザイ質問コーナー、イエーイ。まあ、確かに YouTube の登録者数もやっと3万人を超えたので、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。